鼻くってくる、やだ、うわ緑がいっぱいある。あらこんにちは、やっぱりカプコン製のヘリだったわ。うわびっくりした、めっちゃいっぱい来たじゃん。前回焼きそばの話を忘れました。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美志郎です。チャンネル登録、グッドボタン、それからもしよかったらツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでバイオハザード4続きからやっていきましょう。なんかめっちゃヘリコプターが飛んでるんだよね、めっちゃ荒ぶってますね。はい、というわけで前回激辛ペヤングの話をしようと思って、最後の最後まで忘れていて、あー忘れたって言って終わりましたね。まあどうでもいいんですけど、一応今回は話しましょう。というわけでなんかちょっとさ、画質のテストを少々やった時にちょっとごめんなさい戻っちゃうんですけど、なんかこの辺ね、弾を、あーそうそう、弾をね取り忘れてることに気づいたんですよね。うん、大事ですからね、弾は拾っていきましょう。あ、ちょっとショットガン、間違えた、あ撃っちゃった間違えた、撃っちゃった。もうさ、リロードが何ボタンだったっけと思っちゃってさ、撃っちゃったじゃん。こっちなんもないよね。うん、オッケー。よし、じゃあヘリコプターがめっちゃ飛んでるところに行きましょう。いやーなんかさ、激辛ペヤング、まあ数々の激辛ペヤングを食べてきたわけですよ。激辛はね、最近は本当にちょっと弱くなっちゃったんですけど、昔は本当にめちゃくちゃ強くて、うわなんかガトリング野郎がいるぜ、どこにいるぜ、そこか、え、これ当たる、ここ当たんないかな。本当に昔強かった、え、どっから撃ってんの、これだよね、これ当たるかな、厳しいかもな。あ、でもなんか倒してくれたかも、あ、優秀カプコン製のヘリだけど優秀。あれ何、おお、すごい、ありがとう。そう、昔はめちゃくちゃ強くて、最近は少々弱くなってしまったんですが、まあそれでもね、なんかこう市販の激辛のこう食べ物はなるべく食べるように、なるべく食べるようにっておかしいけど、別に食べなくてもいいんですけど、まあ食べるようにしているんですが、なんか一番新しい激辛ペヤングが相当やばいらしくてさ、あ、これ飛び越えらんないの、ここ、これ押せる、押せない、なんかいけそうだけどね。そう、なんか一つ前のさ激辛ペヤングはさ別に食べれたのよ。でなんか一番新しいやつがその1個前のやつの辛さ2倍なんだって。うわめっちゃいっぱい来た、それだからさ、ほっといたら倒してくれんじゃない。鼻くってくる、やだ、倒して、倒してほしい。そのなんか目の前の矢のやつだけ倒そうか、さよなら。あ、まだ生きてる、まだ生きてるんかい。あとはもうヘリコプターにある程度倒してもらいましょう。え、矢のやついっぱい来る、これなんかもう無視していい、あーやっぱダメ、ダメか、熱烈なハグを受けてしまって、いやー痛いえ、何これ、どっち行けばいいの、あ、爆発した、やばい、あ、そう、登るのか、登ろう。そう、からさ、辛さ2倍らしいね。いた、やばい、死んじゃうかも、使うか。うわ緑がいっぱいあるいや使うか、この大きいやつ使おう。うん、いいね、倒してくれた、まだ生きてない、これ、うわ痛い、ちょっとやったぜはいいんだけどさ、私はなんか食らったんですけど、どっからやられたの今、え、これ登っ
え、登るんじゃないのか。え、これどっち行けばいいの。こっち行けないよね。ん、あー、ヘリコプターがこれ開けてくれたのか。え、なんかそっちとかはそこ行けないの。え、そこ行けない。あー、こんにちは。え、無視して行った方がいいかな。なんかうわー、最悪じゃん。ちょっとやば、死ぬ死ぬ。これなんかもうやり直した方がいいのではないか説あるけど、ちょっと待って、落ち着いて落ち着いてよ。痛いからビリビリしないでね。ちょっとちゃんと打ってる。ちゃんと打ってる。私はなんかそっち側のさ、行った、なんかその辺拾えないのかなって思ったんだけど、いたいたいた、なんかどっから撃たれてんの。あ、ちょっと、え、どっから。私はさ、あ、そう、上から撃たれてんのか。そう、上のやつ撃ってくれない。もうしょうがないから進むわ。痛い。この辺なんもない。開ける、またハーブだ。何の話してたんだっけ。そう、まあ辛さが2倍らしいんですよね。で、なんか、おお、すごい、なんかその結構な人がさ食べられなかったって言ってますよね。うーん、使うか。ちょっと回復使いすぎな気もするけど。あ、これであれか。あ、これ何。おお、イエローマタール言ってるな、後ろで。あ、あら、こんにちは。それさ、だからドラム缶の上に、おうおうおお、飛び降りちゃうよ。私は飛び降りちゃうよ、この辺の。お、ありがたい。ちょっとそのさ、ガトリングも倒してほしいんだけど、こっち来ちゃうかな。ちょっと失礼。お、樽があったる。来てる。うわー、こんにちは。そして無視、無視はできないかも。これだけは倒さないとダメか。あ、リロードしちゃった、クソ。うわ、いっぱい来るな。そのなんかガトリングだけさ、ここでやり過ごせないかな。いっぱい来るね。ちょ、後ろの樽、私さ取りたいんだけど、後ろの樽をさ、さよなら。うわ、最悪、ビビビビッチちゃんになったわ。今なら取れる。あ、いらないよ、こんなもののために私は待っていたの。こんなものとか言って失礼ですけど。あ、これ登るね、ちょっと登るね、ごめんね、失礼。で、ガトのリングさんは、うお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 、これダメか、やっぱもうやらないとダメか。じゃあ、あー、ちょっと画面が重いね、ごめんなさい。はい、暗え、暗い玉えよ。そして君はさようならからの、あ、もう死んでた。何、ガトリングはもう倒してくれた、倒してくれたんかな。いないもんね。いや、いるっぽいな、なんかいるっぽい音がする。え、いるっぽい音しない、気のせい。あー、いるわ、そこにいるんだ。もう行っちゃう行っちゃう。え、これどうすればいいの。とりあえずこれをちょっとお見舞いしてやるか。くれた、それあれか、なんかこれイエローマタールじゃないの、これなんかやるのか。これやってで降りて、でこっちと、はいはい、おお、しまった。あ、これでじゃあガトリングはやり、ガトリングやり過ごしたけど、またガトリングがいるわけね。こっちは何ですか、痛いよ。よし、いいね。いやー、激辛はさ、なんか挑戦戦ってる感じがして好きなのよね。なんか別に美味しいかどうかって言われたら、そりゃそんなに辛くない方が美味しいとは思うんですけど。あー、こんにちは。うわー、やばい、待って、落ち着いて。あ、
なたそのままそこで爆発してくれる？よし、いいね。ね、適度に辛いものは美味しいですけど、そうめちゃくちゃね、すっごい辛いものが果たしてものすごく美味しいのかと言われたら、それはもちろん、これどっかから狙えない？あ、そこにいるのか。一応これ撃った方がいいよね。その辺にさ、あ、これ撃とう。あれ、なんか目の前のガトリングどうやって倒せばいいんだろう。あ、なんかいるわ。もう、はいはい、ごめんなさい、ちょっとごめんね、本当に失礼。こっちから行こう。そう、その死ぬほど辛いものがすごく美味しいのかと聞かれたら、それはあ、まあ人によると思うけど、私的には別にそうではないんですけど、ただそのなんか戦ってる感じがして好きなのよね、辛いものに挑戦するのって。なんだ、なんか閉まっちゃったよ。開ける。これをガシャコンすればいいのか。で反対側か、反対側は、え、これ生きてる、死んでる、え、この人生きてるの死んでるの、え、わからない。反対側どうやって行くの。なんかすぐ死にそうになっちゃうな、やだ。ちょっと落ち着いて、その目の前の人落ち着いて。痛い、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。あー、どうした、危ない危ない、死んじゃう死んじゃう。回復しよう。やばい、回復が全然ないぞ。え、これ反対側、あー、そっか、ここなんかいるんだった。え、反対側どうやって行けばいいの。なんかその辺アイテムいっぱいあるから拾いて、あー、こんにちは、そしてさようなら、さようなら。なんかすごいボウガンのやつがいっぱいいるぞ。あ、シャクシャクしたかったよ。ちょっとやめてね、死んだ、ちょっとちょっとやめてね、ちょっとそういうのやめて。あ、ちょちょちょ、サイドステップしないのよ。あ、なになんかあっち行っちゃった。あそこ登ればいいのかな。ちょっとこれだけ拾わせてね、すいませんけど、本当に申し訳ないんですけど、ちょっとこれだけ拾うんですよ私は。そして登るんですね。食べれるかなそんな人に聞いてもわからないと思うんですけど、この微妙に倒れてる人さ、消えもしないでここにいるの珍しいね。ガシャコンしたらドア開くんだよね。 OK、 そしたら、あー、なんかその辺のアイテム欲しいな。え、これ飛び降りれないのここ。え、そんなことってあるの。おお、大爆発。え、これ飛び降りれないのここ。飛び降りれるでしょ、なんかその辺に、あー、あるある。いや、なんかさ、食べられなかった時がさ、捨てるの嫌じゃん。そんな時は普通のペヤングと半分にして食べればいいのかなと思ってるんですけど、別にあの量が増えても量は食べられると思うんで、ペヤング2つぐらいそれは問題はないと思う。あ、いらない、あ、いらないけど一応拾って売るか。悩ましいね。でもなんか最近売ってるとこ見ないけど、どこで売ってるんだろう。あ、ごめんなさい、画面がちょっとぐるんとなっちゃった。お、このエリアは抜けたんかい。そうっていうかさ、もうさ本当にさ終わりだと思うんだよね。だからあの調子が良ければ、調子が良ければ私のあの集中力次第ですけど、もしかしたら最後までやっちゃうかもしれない。もちろん動画は分割すると思いますが。Get out of here, drinks are on me.
Yeah, hey, I know a good bar. Mike! Make sure you're the next to go, Sadler. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. ああ、やっぱりカプコン製のヘリだったわ。やっぱり落ちていったのね、マイク。いいやつだった。いい店ってどんな店だったのか教えてほしかったな。その店にバラライカは置いてあるかい？私の大好きなバラライカは。もうそう終わりなのよ。調子が良ければ最後までやっちゃおうと思って、それで動画分割しようかなと思っているんですけど、あんまりにも長時間になって疲れちゃったらセーブしてやめるかもしれません。何かある気がする。当たらない。いや、これのためにライフルを使うのはもったいないな。 OK。 何、エメラルド、エメラルード。なんでさ、リオンじゃダメだったんだろうね。L と E はさ、発音的にはね、リオンなわけじゃないですか。あれ、こっちから来た。私こっちから来た。あれ、間違えた。なんでレオンにしたんだろうね。リオンだとやっぱちょっとあれ、女の子っぽいから、日本だと。だってリオンちゃんって多分いるよね、普通に女の子の名前で。あー、めっちゃ鼻が詰まってる、どうしよう。え、戻るんで合ってるのか。戻るんで合っている。あー、こっち行けるわ。ちょっと待って、覗く。サドラーめ、この借りは必ず返すぞ。そういうテンションじゃないよね。そういうテンションじゃないと思うんだけどさ。うん、こっちでしたね。バイオ4が終わったら何をやろうかなっていう感じなんですけど、まあ、順番的に言えばもちろんバイオ5なんですけど、次はちょっとすぐバイオ5じゃなくって、まあ、ちょっと他にやりたいやつがあるので。なんかあのさ、あれをなんだっけ、ゴースト真珠のペンダント、ゴーストワイヤーだっけ。あら、ムービー。リアン、You okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah, but before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up.
エイダをそんな。いやでもエイダあれだね、ちょっと優しいね、なんか小さめのナイフでちょっと足をぐしゃって、ぐしゃぐさ、ほんのちょっとだよね刺したの。優しいね。うん、あれ何の話してたんだっけ、忘れちゃった。あ、そう、やりたいのがね、まあ他にあるんですけど、なんかあのゴーストファイヤーで合ってる名前やろうか、すごい迷ってたんだけどさ。うわ最悪だよ、フガフガフーガがいるわ。じゃあまたこれ使わないとダメだね。なんか私が想像してたよりもさ、ホラーじゃないっぽかったんだよね。結構アクションより、なんかその幽霊は出てくるけど、ホラーっていうよりかは結構アクションな感じで。セーブある、セーブがあるのにフーガフーガ言ってるの、なんだ。うわびっくりした、開けなくてよかったんかなこれ。ちょっとなんかサイレントヒル感あるね。サイレントヒルやりたいねえサイレントヒルはいつになったらさ Steam で配信されるの。なんで Steam 版ないんだろう。だって全てのゲームはさパソコンで作るわけじゃん最初は。パソコン版を配信するのってそんなになんかいろいろ難しいのかね、権利とかの問題かな。こんな敵がいるもうすでに。あ、大丈夫そう。まあそれはいいんですけど、そう、ゴーストワイヤーで合ってる？やろうかなって思って、思ったよりなんか怖くなさそうだなって思ってやらなかったんですよね。まあいずれもしかしたらやるかもしれないですけど、ちょっと一回セーブしますね、お待ちください。 OK、 セーブしました。え、これずっとピチピチしたままなの？撃ったら止まるんかな。あ、止まった。あ、なんかやってきた。私がとどめを刺してしまったのか。中がなんだかもわからないまま。よいしょ。さあ背中タイプか。背中タイプですよ。背中タイプはさ、そんな風にしなくてもよかったんかな。こうして、間違えた。ああ、そうなんだよね。あなた飛びついてくるのよね。そこがすごく本当に嫌なところだと思いますよ。OK？ うわあ、弾け飛んだ。弾け飛んだ。重い。あ、なんかめちゃくちゃ鼻が詰まったままなの。ありがたい、ライフル。こっちは？すごい。うわぁ。大変だ。誰かが拷問を受けていたのかしら？なんもないでしょ。あ、これ入ったとこか。あ、ごめんなさい、画面ぐるぐるしちゃって。こっちは？これなんかまたさ、大丈夫？フーが生まれない？フーが生まれるとさ、玉泥棒だからさ、何にもない。組み合わせておいて、これ登れないの？登れる。さあ行きましょう。フーガはいますか？フーガは、よいしょ。じゃあ行こう。うわそれなんかそこ微妙にさ、おとなしく待ってるんだよね。あ、こうスコープついたまんまだな。まあいっか。なんかなぜかおとなしく待っててくれるんよね。
倒したんかな、倒してないんかな。あら、あそこにドラム缶の上にあるみかん、あるみかん、痛い、さよならあったわこんなところ。あ、ちょっともったいない使い方した気がする。え、なんか大丈夫、あのログインしましたって感じだったね今ガトリングおじさんログインしましたって感じ。アポアポレリー、そういうのをさまとめてこうおびき寄せましてはアルミ缶で吹っ飛ばすっていうのがいいのかなと思いますけど、もうちょっと近づいてくれないと難しいよ。こっちからも来ちゃう、大丈夫。はい、甘くらわなかったよね。うわ、いっぱい来る、どうしよう、登ろうか登ろうか。でもなんかそのアイテム欲しいな。何これ、あ、ガトリングがいらっしゃる、先行手榴弾。え、そんな、まさか、ちょっと待ってくださいね。オッケー、これはなんだ、お、めっちゃいっぱい来たじゃん。まあそういう時のためにこれを使えってことだよね多分。はい、さよなら、やめてね。おお、神回避、神回避じゃなかった、次はもう一個登るか。で、なんかあるかな、いらないのよ。まあ一応拾っとくか。で、箱が、あー空振り、後ろにいる気がするね、後ろに、やばい死ぬやばい死ぬ、これ使おう。ちょっと落ち着いてお金を拾ってからね、とりあえず。痛いでしょ、痛いでしょ、そういうのしてさ。弾がない、リロードしてた、お願い急いで急いで、 OK ここはじゃあ何、何のために来たの。あそこなんかあるわ、はい、さよなら。うわ最悪だよ、ちょっとこれだけ開けさせて。お金か、お金は大事なんですけど、ライフルの弾、ちょっと待って、あ、それなんかあれか、そのよいしょ、焦げろ、はいはい、なんかあるんじゃないの、カードキーが抜かれて停止してる。え、え、ちょっとちょっと落ち着いて落ち着いて、何、誰かカードキー持ってっちゃったの、そういうこと。痛い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 、誰かカードキー持ってっちゃったの、そういうことですかい。なんだ、そこにカードキーがあるっていうなんか演出なのかと思ったらそうじゃないのか。え、じゃあ敵をやっぱ全部倒さないとダメ、誰か持ってるのかな。よいしょ、蹴る、ザクザクする、オッケー、いた、後ろにいたんかい。やばい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 、死ぬ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 、死んだんじゃないの、嘘死んじゃったよ